VCJD の患者の政権。茶色の構造はプリオンタンパク質が含まれる、路蜂性樹状細胞である。クロイツフェルトヤコブ病は、全身の不意運動と急速に進行する、認知症を主張とする、中枢神経の変性疾患。風国際疾病分類第10版では A810。病名交換用コードは HGP2。根治療法は、現在のところ見つかっておらず、 発症後の平均余命は約1.2年。なお、日本神経学会では、ヤコブではなく、ヤコプとしクロイツフェルトヤコプ病を神経学用語としている。米国に橋を発し、B ブラウン社製造の人乾燥項膜を移植された多数の患者が、この病気に感染するという事故は日本を含め、世界的な問題となった。日本においては、 ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群や、知死性家族性不眠症とともに、プリオン病に分類される。また、感染症の予防及び感染症の患者に対する、医療に関する法律における、5類感染症に分類されている。一般的には耳にすることの少ないこの病気だが、症状がアルツハイマー病に似ていることから、アルツハイマーと診断され死亡した患者を、 病理解剖したら、クロイツフェルト・ヤコブ病であると判明するということもある。病理解剖でないと判別が難しいので、アルツハイマーと診断されている、クロイツフェルト・ヤコブ病患者の実数は不明である。個発性、遺伝性、遺伝性、変異型に分類される。変異型は異常プリオンタンパク質を含む食肉を摂取したために発症するもので、イギリスに橋を発し、 世界中で社会問題となった。かつてニューギニア島で行われていた葬儀の際の食人習慣に起因するクール病も類縁疾患に含まれていた。異常プリオンタンパク質の中枢神経への沈着が原因であるとの仮説が有力である。異常プリオンタンパク質そのものが増殖するのではなく、もともと存在する正常プリオンタンパク質を 異常プリオンタンパク質に変換していくため少量の摂取でも発症する。しかしこの発症メカニズムも確定的ではない。異伝性、変異型の潜伏期間は約10年とされており、クルー病では50年を超すものも報告されている。クロイツフェルトヤコブ病は原因や症状により以下のように分類される。異常プリオンタンパク質が脳内に侵入し、脳組織に 海面上の空空を作って脳機能障害を引き起こすもので進行が早くほとんどが1から2年で死に至る。一般的には初老期に発病し、発病初期から歩行障害や軽い認知症、視力障害などが現れる。なお、ヤコブ病は患者に接触しただけで感染することはない。周期性、同期性放電と呼ばれる特徴的な波形が認められる。 脳萎縮が認められる。拡散協調画像で、大脳皮質や支障大脳規定核に更新合域が認められる。アンセが上昇するが、脳梗塞などで非特異的な上昇が見られることも、あるので注意が必要である。14から3から3濃度や相対タンパク濃度の上昇は、比較的得意度が高い。14から3から3濃度は、 コ発性 CJD の診断基準の一つにもなっている。RT クイックポーは異常プリオンタンパクの検出を可能にしており、診断に有用なバイオマーカーとされている。長崎大学の新し隆一郎教授らは、高い精度でこの病気を判別する検査法を開発し、2011年1月30日、アメリカの医学誌に発表した。この方法は、異常型プリオンが、 髄液に出ることを利用し、腰の髄液を採取すれば検査ができるようにしたものである。異常オプリオンを検出するか、病理学的に特徴的な所見が認められた場合に、確定診断となる。病理所見や異常オプリオンの検出がなくとも、進行性の認知症と PSD が存在し、ミオクロヌス、衰退路または衰退外路超高、小脳症状、または視覚異常、 無動無言のうち二つ以上の症状があれば、ほぼ確実例とされる。濃い緑色の地域は、変異型、クロイツフェルトヤコブ病。淡い緑色の地域は、牛海面上の王将が確認されている国である。クロイツフェルトヤコブ病の名は、1920年及び1921年に、それぞれ症例報告を行った、ドイツの二人の神経学者。 ハンスゲルハルト・クロイツフェルトとアルフォンス・マリア・ヤコブトに、ちなんで、ドイツの精神科医、ワルター・シュピールマイヤーによって名付けられたものである。ただし、クロイツフェルトが報告した症例の臨床像は今日、理解されているクロイツフェルト・ヤコブ病の症状と相違があるため、彼が報告した症例は実際は別の疾患の患者であった可能性が高いと、現在では考えられている。 このため CJD の病名も、ヤコブ病と改めるべきであるという主張も近年なされている。ありがとうございます。